ほう、プログレの後期のプログレホグ先生して、あ、ほんとだ。で、ホグをエレーノ入れたんすね。まあ、だって全然違うもんね。これってドンピシャで入るんですか、プログレのホグ。爪3段行ってまして、やっぱ入んない。ステーツでこれ自分の方が行くよ。いや、もともと何人かネットで出てきてるんですけど。あ、そういうの誰ともいないですよ。多分持ってる人です。ずっとやるはずでしたんですけど、はいはい、あれエアロってこれ何でしょう。これ純正のハウス。フィッティングはじゃあ大丈夫だね。調子はいいですか。調子はいいですね。なんかあの故障とかってありましたか。特には。ウォーターポンプね。は交換した。これですか。あと後ろのハブ。あ、ハブボルト。ああ。はいはいはい。あと、はい、スイッチつけてないんですけど、はい、多分寒冷地仕様の、うん、多分テールになってて、今ポジション連動でついたんですけど、ん、これで後から変えたんだよ。変えたっす、変えたっす。あ、そうなんだ。寒冷地って書いてなかったんで、多分寒冷地だろうと。内側がブレーキ踏んでも光らないんで、シングルでずっとついてます。そうなの、ヤフオクかなんか。そうです。結構するんですか、寒冷地。寒冷地って書いてなかったんで、知らないかもしれない。竹で買ったんで、4000円とか5000円ぐらい。でもあんまり有名じゃないですよね、シーンは。あ、そうなんだ。寒冷地仕様って書いて出てるのほとんどないですよ。あと何かやったんですか。車高は下げてないですか。あなた下げたいですね。あんまり行けなくなっちゃうんですよね。今だったらなんとか。なんとか。今これ後ろ出上げなんですよ。え、車高調何でしたっけ。出上げします。マフラーは変わらず、インパル中間分ギア入ってるんで、結構ずぶといですよね、やっぱね。中間からインパルが入ってて、第2触媒がセンターパイプがストレートね。これは変わらずかな。変わらず。これは何でしたっけ、モデルは。これが珍しいですね。あと何ですか。あとはドアの内張りを、はいはい、革の内張りを入れ替えました。あれシートだけカバーつけたんですけど、確かそうですよね。もともとはモケットなんですよ。モケットなんです。これね、出てたんですか、単体で。4枚出てたんですか。よかったっすね。おいくらぐらいで買えたんですか。あ、ならいいよ。本当に純正の革がついたみたいな。ここだけ。ああ。あとシートカバーなんで。シートも出てくる。なかなかない。なかなかないですね。モケットが多いですか。モケットが多いですね。まあでも高級感はやっぱ出ますね。でね、でもずっと乗ってるのはまた素晴らしいじゃないですか。もう何年でしたっけ ？F50。4年ですか、もう。早いな。まだまだ乗っていけそうですね。もう街中で見なくなりましたね、ほぼね。まあその後の51もほぼ見ないですけど、50も少ないですよね。あ、そう、今結構走ったんですか。14万8000円ぐらいで。まあ大体15万ぐらい。あ、乗りましたね。 V8 はね、もうね、少ないですからね。みんなね、貴重ですよね。寒冷地の、これは特に繋いでないんですか。つくんですよ。ブレーキつくと、あ、つくんだ。
仕切りがあるんで、多分関連者も